はい、皆さんこんにちは。こんにちは。暮らしの学びはオレアのゴミと申します。竹内です。はい、今日はトイを使った学びの様子についてご紹介してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、暮らしの学びはオレアは、子どもたちの暮らしを支える生活スキルと社会性を育むための教室として2020年4月にスタートした新しいタイプのスクールです。オレアではお子さんと生活を共にする大人をパートナーと呼んでおりますが、特別支援教育の専門知識を持ったパートナーがマンツーマンレッスンでお子さんとじっくり向き合い、将来の自立に向けた社会情動的スキルと認知能力をバランスよくご家族とともに育んでいます。具体的には料理、洗濯、パソコン、プログラミング学習、あとは個別学習、運動、こういったような本物の生活トピックを題材にしてスキルとして身につけるだけでなく、土日のレッスンや、こちらは宿泊プログラムの様子なんですけれども、宿泊プログラムを通して一日の長い時間、前後のストーリーを含めた暮らしという形でスキルを獲得していくことを目指す教室です。オレアで特に重視をしているトピックは食事です。食事は一日3回巡ってくるイベントで、子どもたちの興味関心も非常に高く、将来に向けて身につけておきたいスキルがたくさんあります。こうした暮らしを獲得していく中で、パートナーや友達とじっくり関わり、コミュニケーション力や最後までやりきる力、たくましく生きる力を育んでいます。またレッスンにあたっては、私たちオリジナルのアセスメントに基づき学びの定着度を定期的にチェック。お子さんの今の暮らしを豊かにすることで将来の生活も豊かになっていく、こういったことを目指しています。レッスンの様子は毎日インスタグラムで更新しております。今日これからご紹介するトヨの様子も投稿しております。ぜひよかったらご覧ください。はい、ではオレアで考えるプログラミング的思考についてお話ししたいと思います。今回は通室しているお子さんを例にご紹介したいと思います。このお子さんはとってもパスタが大好きなんです。で、パスタが好きだからこそ作ってみたいっていう気持ちにあふれていました。で、まず最初の段階では手本や言葉がけを手がかりに一つ一つの工程はできていました。で、この段階では具材の用意っていうものはパートナーがしています。料理の途中でキッチンから離れることもありました。でも、茹でる、切る、炒める、一つずつ進めていくことで工程を理解しているといった様子がありました。で、この状態から一人で作るっていうところまで、していくにはどんな考え方が必要かなということを私たちは考えました。パスタを作るにはどんな材料や、行為が必要かな。2つ目、完成に向けてどんな順番で進めたらいいかな。茹でている間に具を切ったり並行した作業をするにはどうしたらいいかなっていうことを考えました。で、これらの3つは分解、順次、組み合わせというような言い換えができると思います。これはまさしくプログラミング的思考と言えるのではないでしょうか。ということは、プログラミング的思考というものは私たちが育みたいと思っている暮らす力につながる大きな力だと考えています。はい、トイを一目見て、あ、これはいいな、使いたいなっていうふうに思いました。まあ、その理由はいくつかあるんですけれども、はい、一つ目は、パソコンやタブレットを使わないアンプラグドというところがあるんですけども、そういった遊びから本格的な、プログラミング言語を使ったアプリ開発まで、その人に合わせたいろんなことができるということ。二つ目ですけども、シンプルで、形もすごく綺麗、白一色、そういった綺麗さですね。3つ目、重さが軽くて、子どもの手にもフィット。4つ目、操作する人の意図を忠実に再現してくれる、もうとっても正確なんです。5つ目、お子さんたちがプログラミングやってるぞなんて思わなくても、遊びの中からプログラミング的思考力を手に入れることができること。
こうした理由から知的障害や発達障害のあるお子さんが学びを深めていくにはとってもいい教材だなと思って導入を決めました。オレアでは東洋本体セットと4つのアンプラグロで使用するソフトウェアを導入しています。まずは GoGo ロボットプログラミングドジーゴの秘密の様子をご覧いただきます。こちらは何といっても視覚的な分かりやすさがポイントです。スタートとゴールが分かりやすく、カードの色分けも見分けやすくなっています。そんな特徴からお子さんも抵抗なく始めることができるソフトウェアです。こちらを始めた当初は、キューブが動くことに驚いて、それについておおすごいなみたいな感動ですとか、あとはその自分の大好きなレゴフレンズを乗せて試行錯誤を繰り返すっていうことに面白さを感じたり、絵本の登場人物やストーリーに気づいてそれも面白いなって思えたり楽しいなって思えたりすることがありました。あと間違えてもすぐにやり直しが効くっていうところも こちらの良さかなと思っています。これからお見せする映像は通信制の保護者から許可をいただいております。お子さんがカードを使ったプログラミングを獲得していく過程がわかると思いますので、ぜひご覧ください。少し長いですが、様子をご覧いただければと思います。で今度右向くよ。右向いて、はい、1個進んで次はベイリーの6をやります。1本もう歩くプログラムは簡単だね。エンタ待ってよ。もうすぐ玄関と思うわ。どんどん行こうよ。どんどん行こうよ。行こうよ。行こうよ。どんどん行こうよ。一歩進めて。うん。だって。一歩進む。一歩進む。左向く。一歩進む。グッドマーサー。なんでグッドマーサー行って？なんでグッドマーサー。これお辞儀タイプなんじゃないの？これでいい。説明して。じゃあカードさ、まず数合わせない。これ？カードはカードの数合ってる。カードの数。黄色が3枚、赤が1枚。一歩進む、これ繰り返し？繰り返し？そう、繰り返し。で、一歩進んで、右向いて、一歩進んで、左向いて、で、一歩進んで、読み込み完了。スタンドの場所に置いてね。先生、お顔見せて。あれ、ちょっと近くして。ああ。次は音楽で遊ぼうピコトンズについてご紹介します。実はこのソフト、私たちがやるにも難しいなって思うことがあるんです。ボディイメージですとか、滑らかな動き、七角の一致、記憶、リズム感みたいなところってとても難しいなと思うんですけれども、お子さんたちトライアンドエラーを繰り返すんです。
なぜかというと、その音楽で遊ぼうピコトンズの中の効果音ですとか、あとは魅力的なキャラクターというところで、苦手なことだからと諦めがちなことに自ら向き合うという子どもたちの姿が見られます。まさにこれは教材の力だなと思っています。では音楽で遊ぼうピコトンズでも自らトライアンドエラーを繰り返し、うまくやりたい、もっとやりたいという向上心が現れていると思いますので、その様子をご覧ください。やりたい、オレアでは GoGo ロボットプログラミングロジーボの秘密、音楽で遊ぼうピコトンズを同時期に行いました。 GoGo ロボットプログラミングではキューブが動く仕組み、音楽で遊ぼうピコトンズではキューブの動かし方を覚えました。その後東洋コレクションをやってみると、どうやって動いてるの、もっと自由にキューブを動かしたいみたいな、キューブに対する興味っていうのがとても出てくるようになりました。まあ、これはキューブの仕掛けの探求といったものが出てきたのかなと思っています。トイを使ったプログラミングを体験することで、暮らす力に必要ないろいろな力を育むことができることが分かってきました。その4つについてお話しします。一つはプログラミング的思考力、そして最後までやりきる力、試行錯誤、集中力。この4つの力は暮らす力を支える重要な力と言えます。その他にもプログラミングは暮らす力に関わるさまざまな力を育むことができるように感じています。今後はその効果についても検証していきたいと思っています。トヨを活用し始めて、お子さんたちの暮らしにも、とっても変化が見られるようになってきました。例えば、宿泊プログラムでは、自分の荷物を自分で管理できるようになってきたり、そろそろお風呂だから支度しようとか、ご飯の後歯磨きだとか、パジャマはこれ、今日洋服これ着てきてから次の日はこれを着ようとか、生活の流れを意識して自分で判断して、組み立てて行動できるようになってきました。これはまさにプログラミングデータスキルを使いこなしているなというふうに感じています。また料理の場面では一緒に取り組む時間が増えたり、レシピの途中から、これどうすんのと自然に参加したり、お箸や飲み物などの配膳を自ら進んで手伝ったり、料理や食事の完成のイメージ、あとそこに至るまでの手順が頭の中で整理されているからこそできることが本当に増えてきたなというふうに感じています。これもまたプログラミングの成果だなというふうに感じています。オレアでは今日ご紹介したような生活スキルといったような本物の生活トピックを題材にし、
そして東洋のような本物の教材を使った学び、こういったものを大切にしています。オレアはこれからもこうした生活スキルのようなアナログなものから東洋のようなデジタルのところまでバランスよく、子どもたちのもっと知りたい、もっとやりたい、そういった気持ちに応え、できるをどれだけ増やしていけるか、そういったことに取り組んでいきたいなというふうに考えています。まだまだたくさんお話ししたいことがあります。ぜひホームページを見て、こちらにお問い合わせいただければと思います。よろしくお願いします。